前回のあらすじ、当局からの依頼でカナダのオンタリオ州にやってきた私たち。これまでは東側でお手伝いをしていたけど、急遽北米に帰ってくることになったわ。まあ今回も私たちを東側に誘った老紳士の思惑が見え隠れするけどね。山火事の鎮火や地域復興を頼まれているけど、消火活動に必要な施設はおろか拠点すら未完成というありさまだわ。まあ私たちに声がかかる時点でそういうことなんだけどね。拠点となる消防署は完成、通行の妨げとなっていた橋もなんとか復旧できたわ。前任者が放棄した軍用車を無事回収して、いよいよ消火活動に取り掛かることになるね。ここにある資材を持ち出せば給水塔が治るんだよね。そうだな、これでやっと消火活動ができるぜ。春日部のお姉ちゃんが給水車を持ってきたし、森の中へ出発だ。消防署付近に給水塔があったんですが、それを使うんじゃいけないんですか？確かにそうなんだが、あれは現場から遠すぎてな。どうせ全部直すから一番近いところを直すんだよ。消火するところが多いですから、近いことに越したことはないですね。特に駅の復旧は急務だからな。あっこ直さないことには物資が足らん。そういえばずんだもん先輩が朝早く出発したはずなんですけど、どうなっているんでしょうか？どうも資材が足りていなかったらしく、そいつを今乗せているところだ。道理で積んでいる荷物が多いわけですね。今頃向こうで横になって一服しているだろうな。知ったし、そのトラックよく走りますね。さすが軍用車というか、パワーも走破性も抜群だぜ。東側のような車両が北米にもあればなぁと思ったが、まさにこいつがそんな感じだな。あとさらにパワフルなエンジンが奥の森に眠っているそうだね。こいつで大量輸送ができるのが楽しみで仕方ないな。ちょうどクレーンもあるしね。荷台に要塞でも気づくつもりですか？おう、待たせたな。流星君、助かるのだ。なあに、他のやつを直すためについでに寄っただけさ。これで準備は整ったし、あとは頼むぜ。さて、さっさと水を汲み上げ。どうした？給水できないんだけど。どういうことだ？ちょっと遠くになるけど、こっちのはどうかしら。どうやら水源とつながっていないとばかり直していたようだな。ややこしいね。まあちゃんと現場を把握していなかった。こっちに落ち度があるわけだが、おかげで貴重な資材を無駄遣いしてしまったね。なってしまったものは仕方ないし、一番近い給水塔を直しに行こうか。一応それ用の資材は残っているからね。さすがに一部の資材は工場で作ってもらわないと厳しいが、現場の近くにあるのが幸いだな。それにあっこまでは路面が荒れていないしね。まあこいつで走らせるにはちと物足りないがな。でもこれでやっと先輩たちが動けるようになるぜ。やっと一息つけるね。消火活動が進まないことにはこっちも動けんからな。さて、人悪いけど消防署まで戻ってきてくれないかな。一人倒れてしまって手に負えない事態になっているんだ。あと何時間働けばいいんだろうな。無事水を汲めたし、やっと消火作業ができますね。3箇所に4400リッターずつ給水しないといけないから、塔が近場にあるのは助かるのだ。2人でも2往復しないといけない量ですからね。しかも倉庫の消火活動が終わったら駅もやらないといけないから大変なのだ。おまけにアーシたち意外手が空いていませんからね。流星君は整備班の手伝い、メタンは無茶をして自滅しているのだ。森林だけでなく、アーシたちもいろんな意味で燃え上がっていません。まあいつも通りといえばそうなのだ。むしろトラブル抱えていない方が不自然ですしね。アーシたち、案の定というか水が足りないのだ。川を渡って給水塔まで行かないといけないですね。まあそこまで遠くないし、通りやすいから大したことないのだ。これまで変なところばかり走っているから感覚が麻痺している感はありますけどね。少なくともここはまだ道が信用できるのだ。道を通ったら流されるようなことはないですからね。
満タンになりました。こっちも準備ができたから一緒に現場へ行くのだ。これだけ水があったら残りの箇所も全部沈下できそうですね。まあこれが終わったら液も消化しないといけないのだ。そういえばこれが終わった後1万リットル以上運ばないといけませんね。まあ液も大して遠くはないし、この調子でやれば早く。先輩、トレーラーに倒木が引っかかっているみたいですね。真っ黒焦げで気がつかなかったのだ。この辺りは黒い障害物が多いのでちょっと厄介ですね。しかも強度が変わらないから面倒なのだ。目的の倉庫に戻ってきましたね。ここが片付いたらあと一軒だけなのだ。あの小高いところにある倉庫ですね。水は十分あるから2台分注水するだけなのだ。別に近くにいなくても注水できるんですね。ホースが長くて助かるのだ。これで倉庫は無事沈下しましたね。倉庫を解体して資材として活用してもいいらしいですね。これはこれでありがたいのだが、スズメの涙なのだ。ないよりマシとはいえ、各所に圧延金属と鉄骨張りが一つずつ用意されているだけですしね。まあ駅は倉庫の先にあるし、この調子でやれば消火活動自体はなんとかなりそうなのだ。この辺りは小出た倒木にさえ気をつければ大した路面じゃないですしね。この後に物資を搬入しないといけないけど、その辺は流星君たちがやってくれるから安心なのだ。ただその物資ってやや扱いが面倒だと聞いているのですが。ちょっと嫌な予感がするのだ。青山さんたち、よく寝れたのか、めっちゃ張り切って出発しましたしね。おまけに連絡が取れないし。駅はあともう一台分運べば沈下できるから、水は僕に任せるのだ。ではアーシは一旦戻って様子見してきますね。つむぎちゃん頼むのだ。悪い、急用ができて遅くなった。相変わらずろくでもない積み方しているわね。滝に落ちた装置を拾ってくれって急に頼まれてな。この子ならこのくらい簡単に持ち運べろよ。まあさすがに東側の車両みたいに無茶はできんが、こいつはなかなか頼れるマシンだな。四国お姉ちゃんも使ってみたら、お仕事がはかどるよ。その車両の性能については認めるけど、さすがにやり方については同意しかねるわ。もう頭が硬いんだから、クレーンであれこれできたらお仕事が一気に片付くよ。物事には限度ってものがあるでしょ。そんなことはともかく早く出発しましょう。案の定というか微妙な空気になっていますね。その物資はワイドなトレーラーじゃないとちゃんと固定できないからね。使えと言わんばかりにトレーラーを置かれていたけど、まさかトラップだったとは。今から搬入するのは線路だけど、そのトレーラーで運べるサイズのもあるからややこしいよね。あとは足がどうにかするので、この辺りは任せてください。さて私と四国さんは別件をやりましょう。あれ、まだお仕事残っていましたっけ。すごく言いづらい案件だけど、依頼主さんがうっかり危険な物質をその件なら俺たちに任せてくれ。え、でも物資が5つあるからその車両では厳しいのでは。大丈夫、私たちの方がその物資の扱いに慣れているよ。しまった。おい、ちゃんとアームで固定しとけよ。ごめんごめん。これで全部揃ったね。さて依頼主の工場へ出発しようか。一直線にきれいに並んでいたから回収そのものは楽だったね。それにこの先はそこまで路面が荒れていないからな。早いとここいつを片付けないと。駅が直ったらやることがたくさんあるもんね。先輩たちの方が距離的に近いし、今頃一服しながら待っているだろうな。なあ、ちょっと気になることがあるんだが。どうしたの？妙に視線を感じるんだが、気のせいか。気のせいじゃない？ちょっと考えすぎてたようだな。ようやく目的の工場だな。あとは、ちゃんと固定して納品するだけだね。
さすがにこのままじゃ引き取ってくれんからな。お見事、助かったよ。あとドッキリするほどの額を振り込んどいたから通帳の確認を忘れるなよ。妙に聞き覚えがある声のような、そうじゃないような。青山さん、こっちも終わりました。お疲れさん。さて次の作業に取り掛かろうか。もうそろそろ休憩しません？あーし、そろそろ限界です。それもそうだな。同志諸君、ここからはキズナアカリとシキジーと私ウロネイフがお送りします。まずは前回広告してくれた同志たちの紹介だ。ゲンマさん、カワエルユノスケさん、イワシさん、ハセオさん、温泉さん、グリフォンさん、ロカンさん、バルティ X4090 直火焼きステーキさん、 ABB さん、ギャノンさん、 V ラムさん、ATH14GFC さん。諸君の宣伝を感謝するぞ。再生、コメント、いいね、ウッド、マイリストを押してくださった皆様方、ありがとうなのじゃ。さて、コメント返しをしようではないか。本当、予算のない地方自治体は公共施設の完備すらままならないのは世界共通やな。リアルのロシアとか建物以前に道がこのゲームみたいな状況だったりするからな。郊外のハイウェイでさえ舗装されていないことがありますからな。このゲームでここ直さないのかよって思うことがあるけど、妙に納得してしまうような。オイボ連想はユーロ圏には進出しないのかな。少なくとも私の事業計画にはありませんからな。ジーヤ、いつまで頼りきる気なんだ。お前さんもあの者たちを頼りにしていなかったか。まあシーズン11で北欧が実装されましたし、いずれ行くことになるでしょうな。さすがに北米ばかりも味気ないからの。ロシアは厳しいにしても旧共産圏のどこかが出てほしいけどな。これは壮観だな。大ミル以降攻略が終わったらこうやって使った車両を並べているんだよね。他のマップだと車庫で撮るんじゃが、ベルゼルスクグレーズだけは風車が見える草原じゃな。風車の運搬を締めにしたからな。せっかくだからここがちょうどいいかなって。まあこれ以降は車両が多すぎて車庫以外のところに持っていくのが面倒になったんじゃがな。レーダーユニットを使いましたな。監視塔を使わずとも周囲を照らしてくれる便利なトレーラーだからな。特にディエルシマップは監視塔が機能不全なことが多く、レーダーを使わざるを得ないですからな。どうもそうじゃが、監視塔を直さないといけないケースが結構あるのじゃ。監視塔の存在がお飾りになってるような。元ハイウェイトラックのドライバーなのにすっかり。そういえばお三方は全員そういう出身でしたな。全員とも舗装路出身とは思えんくらい染まりきっていたのじゃ。ジーヤ、一つ聞いていいか。何ですかい。あんなトラックが長距離走れる道なんて存在するのか。そういえば都市部へ行ったことがありませんでしたな。水消失バグというゲーム自体が壊れていた恐怖もあった。シーズン9が実装された当初はロードを挟むとタンクの水が消えるシステムでしたな。今は改善されたのじゃが、マップをまたぐだけで水がなくなるのは不便だったの。フォードのハイウェイトラックもこのフィールドでは使えるのか。まあサービス車両としてならなんだろうね。このマップに限らずリアー3のマップ自体幹線道路が機能していて、ようやくハイウェイ車両が使えるようになったのじゃ。さすがにメインでは厳しいものの、幅広い車両を活用できるようになったのは良きですな。まあシーズン8にもこの傾向はあったのじゃが、初期3マップをクリアした人にはぜひともおすすめしたいのじゃ。ハムールマップやってみ、マジで泣くぞ。あれは現状最高難易度のマップだからな。ウプヌシはマルチやサブアカで軽くプレイしたそうだが、お散歩するだけで苦しいマップなそうじゃが。コラハントはスケートできるからまだ楽だが、それすら封じられてどこもかしこも難所だからな。おまけに貨物量が多く随分といやらしいところに倉庫があるのじゃ。北米マップと東側マップの悪魔融合という感じですな。実際に心が折れてゲームそのものから離れてしまう人がいるぐらいだからな。だがここをこなしてこそ一流のうんちゃんだよ。いつか制覇してみたいものだ。いつかと言わずとも今すぐ突撃してみてはいかがですか。え、先人たちはすでに制覇しているのですの。若君の成長が本当であれば
さほど難しいことではないでしょう。いや、まだ心の準備が。何を言っているんですかい。今の装備でも十分いけますぞ。まあ、私も宇宙開発に興味はありますから、しかるべき時期にあの者たちを呼びましょうか。フェニックスより先に T815 が回収できたと思うがままやろう。実は T815 が出現する条件がわからなくてな。フェニックスは怪しいお仕事をしたら復旧タスクが出ますが、815は少々ややこしいですからな。で、この契約をやったら、やっと念願のあの車両を我が物にできるんだ。まあ、復旧タスクがあるから次回以降のお話になるんじゃがな。なんというかこの時代のズンダモンの活躍を見てみたいね。エティエステかな。あのジョーちゃんは北米で長距離やっていたから、やるとしたら ATS じゃな。別の意味ではちゃめちゃなトラック野郎な動画はやってみたいのですが、いかんせんそこまで余裕がないようで。この本編にしても、去年の録画データだからな。ただ、リアルギュンちゃんになってから思うことがいろいろとあって、いつかは何かしら番外編作りたいそうじゃ。その前に、たんまり溜まった録画データを片付けろよ。さて、そろそろ時間ですし、お開きにしましょうか。老子諸君、ここまで見てくれてありがとうな。また次回もよろしくじゃ。ジーヤ、宇宙に興味があると言いながらあまり乗り気ではないよな。興味はあるのですが、どうもこの事業にきな臭いものを感じるんです。お前さんが足踏みするとかよっぽどじゃな。